ねえ。格の違いを教えてやる。さてと、会長さん。待て。わかった。顧客名簿は返す。あれ？それはもらったものじゃなかったでしたっけ？返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。すまん！この通りだ！勘弁してくれ！しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。